それでは改めまして筑波大学計算科学研究センター英語ではセンター o m p コンピューテ n ショ s c サイエン e s というんですけれども、えー、と計算科学を研究するセンターという意味ですであのセンター長の僕と言いますよろしくお願いしますまずあの背景、まあ、遠隔っていうのは要するに計算科学研究センターって何だっていうことですが あの今言ったように英語ではセンターフォーコンピューテーションサイエンスの頭文字を取って CCS と呼んでますであの歴史は古くてこのセンター1992年にまず計算物理学研究センターっていう名前で発足しましたでこのあと12年間経ったところでですね計算科学研究センターというふうにあの名前が変わりましたでこの物理学から科学に変わったっていうのは大変なことで 物理学というのは科学の一,一部分にすぎませんから、あのもう研究の範囲をすべての科学に広げたということです。で、あの今、40人以上の,あの教員がいますし、まあ、それと研究員含めると、もう100人以上の人たちがこのセンターで研究やってます。こ、まあ、こののの共同拠点云々いいいいうははれでですあんまり重要じゃないので まあ、あのただここで言ってることは、ですね2010年以降、ですねこのセンターのスーパーコンピューターが日本中のいろんな研究者に使われると、まあ、これは文部科学省の方で認めて、えー、もらって、あのそういうプログラムが動いているということです。それで、えー、この計算科学というのが今日のテーマなんですけれども、計算科学ってなんだと,、えー、っと、世の中にはね計算機科学って言葉と計算科学って言葉があるんですよ。 で昔は計算機科学というのは有名で、つまりコンピューターどうやって作るって、どうやって使うんだという話なんですけど、この計算科学は、計算機を作る科学じゃないんですね、計算機を使ってやる科学のことです。で、あの対象としてはその自然界の現象をまあいろんなすいません、えっと、研究手法で研究するんですけれども、その時に使うものはコンピューターで、特に今日のテーマであります、スーパーコンピューターを使うと。 で皆さん科学っていうのは、まあ、小学生だと理科って呼んだりしますけれどもなどんなものかってなんとなく分かりますよねあの実験やったりあと何か物事には法則とか原理っていうのがあってそれを頭の中で考えるとで、まあ、数学で記述って赤字で書いてありますけど数学で記述するっていうのはすごく重要でえ数学で書けないものは実はコンピューター計算できませんから何か元になる数学があると。で例えば あの中学生ぐらいの人だったら知ってると思いますけれども、万有引力の法則って、これ、ニュートンさんの絵だと思いますけど、あの,のは、すべてのものは必ず引っ張り合ってるっていう、ものすごく重要な自然現象があって、それはこんなようなこう数式で表せると、あるいはもうちょっともっと難しい、このアインシュタインの宇宙論とかですね、ごめんなさい、そういったものは全部あの数学でえと記述することができて、背景に数学があるということです。 でそれは理論と言いますもう一つは実験で手を動かして実際にこう確認をすると例えば、まあ、本当かどうか分からないですニュートンがリンゴが落ちるのを見てから、えー、と何か、えー、とその万有引力を思いついてじゃあそれを実証するためにはもう一回いろんな実験をするわけですよじゃあもっと高いところから物を落としたらばどうなるんでしょうとでそれがこの理論の中で考えていることとちゃんと一致するか。 で一致しない場合があって、じゃあ一致しないってことは多分理論が間違ってるが。実験が不十分なんだろうと言って、この二つ理論と実験の間をぐる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 行ったり来たりしてから。だんだんこの理論を確立すると、そういうのが科学のやり方です。で、まあ、このニュートンの時代から始まってですね、この右の写真は例えば天体望遠鏡を使って遠い宇宙を見るとか。それからこのセルンって c. A. R. n って書いてあるのは加速器と言いまして。 まあもう一番小さいサイズの粒子を高速に近いスピードで走らせてそれを衝突して壊して中身を調べるとかそんなことまでですねさまざまな大きさの実験とそれからそれを支える理論があるわけですさあそれであのじゃあ計算って何でここで重要になるかというとですねあのまあ100年か50年ぐらい前まではとにかく 理論と実験だけで科学を進めてきたんだけれども、それでは足りなくなってきました、で例えばですね、実験ができない、ビッグバンとか生命の進化って、これ、実験できないんですね、あの今、宇宙論で、ですねビッグバンのあと、どうやって星ができたかっていう仮説はあるんですけれども、それを実験するために、じゃあ、ビッグバン、もう一回起こしてみましょうってうわけにいきません。 宇宙をもう1個作れれば一番確実なんですけど、それを見るためには宇宙がもう1個必要で130億年ぐらいかけないと結果が出ないわけですよ。なんで今、我々がこうなってるかって、だからそんなの実験できません。それからもう一つね、観測ができないっていうのは、今度はさっきはその巨,大な巨大すぎて実験ができないって話だけど、今度は小さすぎて観測ができない。コックっていうのは、あの電子とかです、ね、陽子とかそういうあの素粒子を作っている。 源になっていると考えられている、まあ、究極の素子なんですけれどもそれは目に見えないし直接、えー、観測もできません。でまあこれの実験のためにさっきあのセルンっていうその加速器を使った実験なんかをやって間接的には観測するんだけど結局見れない。でまあ宇宙の果てっていうのはもちろんさっき言ったように大きすぎて見れません。だかから直接観測できないこととか 直接実験できないことっていうのはもう理論が正しいかっていうことを突き詰めるには計算してみるしかないんですよ。でそこであの計算をやることによって科学を進歩させるというのが、えー、とこの50年以上で進んできました。で、えー、じゃあ計算科学っていうのは数値シミュレーションということをやります。シミュレーションっていうのは何かの真似をする模倣するっていうことで、えー、とこれをあの最初に言ったその方程式とか数学をベースにして それを数字に置き換えて実際にとんでもない膨大な計算をやると,、えー、とそのシミュレーションのモデルの中で何かあの仮想的な実験ができますでそういうのを数値実験と呼びますでこの数値実験の結果が現実と合っていれば、えー、理論は正しいし計算が合ってるんだろうというわけですねそこであの従来のその理論と実験に並ぶ3つ目の手法として計算科学のことを第3の科学の手法というように言います で計算科学っていうのは実際の原理があってで実際それを計算機でコン、えー、と計算してシミュレーションするためにプログラムを作るっていう作業があります。で出来上がったプログラムを本当に計算するっていう仕事があって、まあ、最後にあのその、えー、と実際にあの計算をした結果っていうのを見るということで、まあ、こ,のこれは音楽に例えてるんですけども。 まあ作曲するっていうのは結局楽譜を作ることでこれはプログラムを書くことだし楽器を作るっていうのはまあトランペットとかですねピアノとかこれ計算機を作んなきゃいけないのでそういう仕事で最後に演奏するのがそういった出来上がったら計算機システムの上でこの楽譜に相当するプログラムを実行するっていうことですであのここで計算科学の対象になる計算はですねとんでもなく膨大なんですよ皆さんあの今参加してるのにねあのノートパッドで参加したり あるいはまあパソコンで参加したりしてると思うんですけれどもそういったものを使ったらまあ一生かかっても答えが出ないというようなとんでもなく膨大な計算が普通必要になりますでそれをやるのがスーパーコンピューターですでスーパーコンピューターでこの写真はですね富岳ですねまあ新聞に散々出たりしてますし最近ではこの1年ぐらいあのコロナのいろんな関係でですねあの飛沫シミュレーションとていうあのきをした時どうやって 散らばるとかそういうことですごく有名になってるんで、えっ、ー、とまあ写真見たことある人多いと思います。であのざっくり言うとですね、スーパーコンピューターってだいたいその並列型っていうことで、後でちょっと概念図見せますけど、皆さんが普通使ってるコンピューターと基本は同じです。ただそれがですね、1000台から15万台ぐらいまでつながってるんですよ。でまあ 1000台とか1万,万台規模をつなげたものを一般にはスーパーコンピューターと言います。えっと、非常に速いネットワークで全部が繋がっていてすべてのコンピューターを使って1個の巨大な計算を行います。でスパーコンを使うと、まあ、暗号解読とか人工知能とか数値計算とかってあって、まあ、この数値実験が一番硬い一番確実にできます。 まあ今あ、人工知能 AI とかですね、暗号にも使われますけれども、何よりも数値実験が得意です、つまり、計算科学はスーパーコンピューターが支えていると、そういうことになります。で、普通のパソコンとですねスーパーコンピューターの違いって、これ、説明しだすとなんかもう、1ヶ月ぐらいかかるので、ざっくり言いますけど、まあこんなパソコン、こういう形とか、ノートパソコンとかありますよね、でそれが1台、じゃあ、皆さんが使ってるものだと思ってください。 でこれが先ほど言ったように1000台から不枠だと15万台並んでいます、まあ、とんでもない数でここに15万個こういう箱があると思ってくださいでこいつら全部超高速ネットワークでつながっていますであのい,い,、えっと、いっぱい質問を受けたんですけどその中の一つの答えになってると思いますけどプロセッサーの数ってパソコンは1個です中に一つ普通一つありますでこの中にコアっていうのがあるんですけどこれ1個1個が昔のコンピューター1個だと思ってください で今は1個の IC の中に、えー、と昔で言うと2個,2個から最大8個ぐらいまでのコンピューターがぎゅっと押し込まれていると。で、まあ、これがでも1個だけありますというのが普通のパソコン。で、スーパーコンピューター、これ、富岳の例ですけど、まあえー、先ほども言ったように15万台ぐらい並んでいて、その中にですね、えー、といくつだ、これ、7200万ぐらいのコアがあるんですよ。だから、桁がすごいでしょ、これ。 えっと、大体100万倍1000万倍ぐらい大きいということになります。で、電力がすごくて、普通のパソコンっていうのは、まあ、ノートパソコンとかだともっと省電力なんですけど、まあ家庭用の普通のパソコンでもせいぜい50ワットぐらいですけど、富岳はですね、35メガワットといいまして、えっと、3500万ワット。で、皆さんの家庭の電気って大体、えっとですね、例えば40アンペア契約をしていると、 えっとかけるボルトトだかららワットぐらい不枠、ね、は3,500万ワットですから、まあ、どんだけ電気代がかかるんだろうという話です。で、ネットワークは今一番普通のパソコンで一番早いネットワークは 1GBps、これ単位のことはちょっと省略しますけど大体、えっと、いいこれがですね200倍ぐらいのスピードのネットワークでこれ全部がつながっているとで。大きさは まあ普通のパソコンって机に載りますから、まあ例えば三十センチかける三十センチぐらいのところを富荷は三十メーターかける四十メーターぐらい、もう大館一個分ぐらいにこうマシンが並んでいると、それぐらい巨大なものです。まあこれで大体規模感が分かってもらえるかなと思います。さあそれで先ほどそのスーパーコンピューターを作んなきゃいけないっていう話をしました。で我々の計算科学研究センターでは。 まあこれ私が今あのリーダーやってる高性能計算システム部門っていうのがあって、えっと、いろんなタイプのスーパーコンピューターの開発と、えっと、実際に構築をしています。でこの右側にあるのが全部応用の分野でして、まあ、特にこの1番から6番ですね、えっと、物理とか宇宙とかそれから原子核素粒子の中のこととかですねそれから量子物性っていうのはあの実際に いいいろんな原子子とかか分子がどううう特性を持ってるかっていう話で生命科学これ結構ホットですけれども、えー、とそもそもあの生命を、えー、司っている元の、えー、と物質とかですね働きってのはどうなってるのかそれから地球環境はあのこれ多分一番皆さんに身近であの天気予報の話から100年後の,あの温暖化の話までですね。 あと、計算情報学というのはちょっと別のカテゴリーになっていて、これは計算機屋さんたちがやってるんですけども、まあ、データ基盤とかそのど、あの動画とかですね、そういう画像にどをどうやって解析するとか、どうやって作るかとか、そんなことをやってます。で、筑波大計算科学研究センターでは、シグナスとオークフォレストパックスっていう2台のスーパーコンピューターを動かしてますけど、このシグナスは今、我々のところにあって、後で関谷さんがカメラで。 リアルタイムで生中継してくれますで。このオークフォレストパックスっていうのは東大のキャンパスにあって筑波大と東大が共同で運用しているのでえここにはないので今日はそれはあの実際にお見せすることはできません。で、えーっとまあ、先ほどの絵とほとんど同じなんですけれども、えー、っとこういったいろんなですね、あの生命のこととか素粒子の中のこととか分子の構造とかですねあるいは遺伝子があごめんなさい遺伝の系統樹っていうんですけどこれはどうやって生物が発展したか。 それからこれは全地球の、えー、と雲のモデルとかです。まあ、そんなようないろんなさまざまな分野の、えー、計算科学をやっています。で、実際にはですね、スーパーコンピューターの前って、えー、と立って何かやるわけじゃないんですよ。で、どこ,ういうこういう感じで、まあ、プログラム書くっていう、これ僕ですけども、これ本当はプログラム書いてるわけじゃないんですけど、まあ、こんなような感じで、普通に自分の机でプログラム書きます。そして、これを スーパーパコンピューターに送るんですねであのコンピュータータ使うって皆さんディスプレイの前でキーボードとかマウス触るってイメージだと思いますけど僕らこの前には行きません全然行きませんで全部リモートでネットワーク越しで、えー、と自分の作ったプログラムを実行させたり結果をネットワーク越しで取ってきてそれをなんかグラフにしたりというようなことをするわけですですですからスーパーコンピューターってどうやって使うんだっていうと自分の机から座ってやりますと。 でこれ、あの余談になりますけど、コロナ禍になって、僕らのセンター、全然困ってないんですよ。というのは、このスーパーコンピューター使うっていうのは、現場に行く必要がないので、別に自分の家で在宅自分うちでね在宅のままで自分の家のパソコンからネットワーク越しで、こうやって計算機使って、結果見て、ふんふんとできるので、そういう意味では、あのこのコロナになってです、ね、僕らのセンターはほとんど困ってないと。 いうまあ、ちょっと,、えー、とそういうお話もしたいと思いましてで、えー、とそのスパコンがジョブを開始って言ってこのジョブって何だっていうことなんですけどもスーパーコンピューターは何十人何百人が同時に使います一人が一個一個順番に使うんじゃなくて、えー、これ大きいので部分部分に分けてみんながそれぞれの部分で同時に計算することができますですのでこの計算やってっつって放り投げて でコンピューターが順番に計算して終わったら終わりましたって報告してくるんで、結果を取りに行くと、そんな感じですね。そういう形であのリモートでえー触ることができます。はいまあ、以上があのスーパーコンピューターの概略とです、ね、どんな風にして使っているかということで、この特に現場のことについてはまた後であので関谷さんに報告してもらいます、えー、と僕から一旦話を終えます。